皆さんどうも、これ言ってんのかな。あ、来た。あ、来た、始まりました。こんばんは、皆さん。こんばんは。お疲れ様ですの方もたくさんいるのかな。どうも。さて、この時間になんだこいつ急に配信はというねことですけども、いった。先ほどはランドプの、収録がね終わりまして、はい。力也さんと翔平さんに関してはさっき生放送でしたもんね。そう、そうですよね。生放送やって収録してました。力也さんとピース視点。今顔出てます。お疲れ様です。ちょっと引いていきます。すみません。いやー皆さん、こんばんは。どうしたのって、そうですよね。インスタライブとか本当に、どうしたの？何億年かぶりにやらせていただいてますけども。確かにあんま見たことない。インスタライブ本当にやんないです。やるならなんか CL の方かなと思ったんですけど、まあ久々にちょっとインスタライブということで、僕たちザランページは明日14、そして明後日15日はですね、ザランページのねライブ、がありまして、リブート、幕張公演がございますというわけで、はい、この通りね翔平さんもくしゃみしていますけども、明日とそして明後日ライブがねあります。どうですか皆さん、来られる方どんくらいいます？なんかコメントたくさんください。ちゃちゃてい、ちゃちゃちゃてい。あ、明日行きます。あ、明日、ああいいですね。あ、翔平さん顔見してていっぱい来てます。なんなん、え、うしゃ、すまん、くしゃみしてもうた。明日来るんだみんな、会えるじゃん、楽しみだね。どのマネージャー？あ、来た、篠田さん。これで声聞こえるかな。来ました、あ、来ました、うん、聞こえてます？聞こえてる。すいません、なんか音声がバグってたらしくて、すいません、すいません、すいません。ということで、引き続きね、ちょうどねすごいいいタイミングの宣伝をしてる時にですね電話がかかってきてしまって音バグってしまったんですけど、明日と明後日ライブやるので皆さんまだチケット取れるそうなので、うわ明日マジで行きてってなった人はこの機会にチケット買っていただいて、なんかもう明日ね僕たちもバチバチぶちかましていきたいと思いますので、ぜひ見に来ていかがでしょうか。場所は幕張で
やらせていただきますからね。うん。もう今日お疲れですね。頑張った今日も。今日も頑張りました。いっぱい TikTok 撮った。いっぱい TikTok 撮りましたね。今日も頑張ったよ。うん、最近ね、青森から行きたくてお母さんに LINE したけど無理でした。ああかわいいジョーニー。でもまた機会は絶対あるさ。そうですね、うん、会える機会はいっぱいあるよ。しかも平日だからな、学校の子とかも来れない人はいるんだろうね。確かにね、仕事とかもあるしな。そうか。あでもやっぱ行きますって方もたくさんいますね。迷ってる方はね、ぜひ。そうですね、ですね、はい。なのでまあしっかりと僕たちもね、かなりなんだろうな、多分皆さんが結構そのなんかコメントとかいただくのはなんか本当に顔見えてるのかとか、なんかこうちゃんと自分たちのことを認知してくれてるのかっていうコメントとかたくさん来ますけど、意外と僕たちから結構見えますよね。めちゃめちゃ見えますね。結構後ろの人結構普通に手振ったりして、うん、向こうも見てくれてるみたいな感じで、ああみたいになりますもんね。やってますからね。そう、まあなんかそんな感じで結構なんか近い距離感っていうか、まあ多分感覚的には遠いのかもしれないですけど、かなりそうやって僕たちからも見えてるんで、もしね自分たちに会いに来てくださる方とかいれば、明日そして明後日幕張でライブで待ってますので、ぜひ皆さんお時間ある方は皆さん幕張で待ってますんで、ぜひよろしくお願いします。鈴木くんありがとう。ありがとう、告知してくれてありがとう。まあまあまあ、でも明日ね相変わらずランページもぶちかましていくんで、チアな、はい、今年ラスト単独ですからね。ラストの単独ライブになるんで、はい、ぜひぜひ皆さんお越しいただいて楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけで皆さんまた明日そして明後日会いましょう。バイバイ。バイビー。やい。はい。あ、はい、あ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 。